杉澤さんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますす僕も負けず劣らず「ガンダムフェチ」なのでとても光栄だったというか感無量だったというかそもそも「えー、水の星し愛を込めて」がとっても名曲なんですよ「ガンダムの世界」のでとても名曲でそこと対峙して自分の作品を「ガンダム40周年記念」のテーマとして作らせていただく。 そしてそれを演奏させていただくとてことだけどもあのもう光栄極まれない話なんですけどもあの元来ガンダムフェチそして宇宙フェチの僕がこの XR の技術であのまあ演奏させてもらうってことが何と言いますか子供の頃を夢見ていた未来社会というかあの未来の技術の一つの成果が今ここにある感じがして。 夢が叶ったような、子供の頃の夢が叶ったような気がしていますね。はい。だか教育とも結びつけても面白いかなと思いまして、恐竜とか、そのジャングルとか、昔を再現したものを恐竜ツアーみたいな感じで、全国のその、なんでしょう。 ね、東京に来られない子たちもしくはその学校にも行けない子たち病院にしか入れない子たちにとってもとてもいい経験になるんじゃないかなと思いました教育ってとてもいいですよね、うん、教育っていいっちゃ考えたと思うんですよね僕例えば宇宙好きなんですとても、はい、子供たち宇宙好きな子いっぱいいると思うんですよ例えば NASA やそれこそ JAXA の皆さんが実際宇宙飛びますよね、はい、宇宙ステーション飛んだりその船外活動をしたりするその体験をここでできたら 子供たちが素敵なんじゃあ僕も体験したいですけど宇宙の体験をあの三百六十度のこの状況でできたら感動的じゃないかなと思うんですよね素敵素敵ですね恐竜から宇宙まで, <laughs> いいで、ね、古代から未来まで, <laughs> 来まで夢が叶う現実になってきていると思いますね自分たちが見たかったこと自分たちが体験したかったことが 多分日本がバンダイナムコさんが最初にその先へ行ったと思うんですよ。バンダイナムコエンターテインメントが日本や世界の,その楽しみ方をこれからも引っ張ってもらえるようなそしてそのアイデアのまあ源流を僕らや視聴者の皆さんが作っていけるようなそういう、うん、宮川社長おっしゃったようにおもちゃ箱が。 多分世界で最も進んだおもちゃ箱がここに生まれたと思うのでぜひみんなの夢を叶えるようにいろんなアイデアやいろんなアイドバイスやご意見がいただけたらねみんなで進化していけたらいいですねぜひこのスタジオのこれからの、うん、道をとても期待しております。